四重カラガンはカモモクカモカ国ガン族に分類される鳥類。全身がマガンより黒みを帯び、両方が白く首の付け根に白い輪がある。海洋の急峻な当初で繁殖する。従来、カナダガンの亜種とされていたが、現在は別種となった。2004年、米国鳥学会はカナダガンを二つの種に分類した。すなわち大型の亜種をカナダグースに、 アシュシジュカラガンやアシュ、ヒメシジュカラガンを含む小型アシュをキャカリングブースとしてそれぞれ別種に分類した。日本でも日本鳥学会が2012年の日本、鳥類目録改定第7版でこれを採用した。なお、従来はカナダガンのアシュとされていたため、旧版の日本鳥類目録日本鳥学会では、従来のブランタカナデンシスの種全体の種名と、 アシュブランタ、ハッチンサイ、ルカペレアの両方に、四従カラガンを使用していた。従って、和名の使用には、新旧の混乱があるので注意を要する。体長は、約67センチメートル。大きさは、オーカナダガンの半分程度である。アシュ死従カラガンの成長は、首の付け根に白い輪があるが、アシュ、姫四重カラガンは明瞭でないことが多い。 アッシュシジュウカラガンの左右の方の白藩は、ほとんどのバーやゴの下で黒い羽毛で分断されている。20世紀初頭までは、シマ列島中部のウシシル島からアリューシャン列島に至るまでの広い範囲で繁殖し、大部分は北米大陸の西海岸へ、一部が東アジアに渡っていたと考えられている。20世紀初頭毛皮目的で赤狐や北極狐が、 繁殖地の島々に持ち込まれ激減した。さらに渡りの途中や越冬地での狩猟圧も加わって、個体数は急激に減った。1938年から62年まで観察記録が途絶え、絶滅したと考えられた。1963年に再発見され、保護活動が開始された。日本へは越冬地として飛来していたが、 集団での飛来は1930年代頃に見られなくなった。日本では昭和初期までは宮城県仙台市付近に四重ガンの一大越冬地があったが1940年代に集団飛来は途絶えた。その後も宮城県の伊豆沼ではマガンの群れに混じって極少数が定期的にトラしている。近年の国際的な保護の実施により個体数が増加し、 日本にも1000単位での飛来が復活した。1983年に、八木山動物公園が米国から9羽を譲り受けて、繁殖事業を始め、1995年に、ロシア科学アカデミーと共同で、千島列島の腰カツマ島で包丁を開始、2010年までに551羽を自然界に戻した。2014年12月下旬から日本への飛来が1000を超えた。 その後、人工繁殖等やキツネクチク等の継続的な種の保存努力により、今日の波数が回復した。絶滅危惧種の人為的回復の事例の一つとされる。2018年6月、包丁を行っていたエカルマ島から南東方向に約 8km の距離にあるステゴコ担当において、幼鳥を含む26個体が目撃されていたことが報告され、島内で繁殖している。 可能性が示された。日本に飛来するのは、主にアシュ・シジュウカラガンであり、アシュ・ヒメシジュウカラガンも、少数飛来する模様。以下の和名は、日本鳥類目録改定第7版分布は、黒田・森岡1980に従うものとする。日本では次の2アシュの記録がある。シジュカラガン、アリューシャン列島で繁殖し、カリフォルニアと日本で越冬する。 姫子カからガン、アラスカ西部で繁殖し、カリフォルニアからメキシコで越冬する。ありがとうございます。